選ばれなかったもう置いといて、もう切り替えて自分のやるべきこととかやりたいことを、考えて、まあ、チームのためにやりながら、まあ、その中で、まあ、この期間は、まあ、技術面もメンタル面も成長できたかなと思います。そうですね、やっぱりそこは一番狙っておきたいですし、まあ、フォワードなんで、まあ、結果で勝たせるのは一番だと思うんですけど、まあ、どうしてもその決定力っていうのは、まあ、いつになっても多分言われることだと思うんですけど、まあ、そう言わさせないためにまあ、フォワード陣は責任持ってやると思います。今年入ってから、まあ、長津さん、ベレザの監督とも話して、まあ、自分がゴール取るだけじゃなくて、まあ、それプラス仲間をこううまく使えるようになったら、まあ、自分の幅も広がるよねっていう話になって、まあ、そういう選手になりたいと思って、今年結構アシストも、まあ、数えてはないんですけど結構多いなっていう印象もありますし、まあ、自分が持って味方を生かすシーンも増えたかなって、その中で、まあ、自分が行くっていう選択肢をもちろん持ちながらですけど、まあ、そういう幅は広がったかなというふうに思います。まあ、強豪ですし、まあ、外国人相手普段やれない相手なんで、こう今まで自分がこうやってきたことを試したい機会でもありますし、まあ、その中で来年に向けて、まあ、代表のメンバーに食い込めるようにアピールしていくことと、まあ、やっぱ勝つことで女子サッカーの注目度変わってくると思うんで、そこはしっかり結果にもこだわりたいです。